や、もう一度歌いましょう。この戦いは神の戦い、主はすでに勝利を与えられた。よ、彼らを我らを平和化された。神の皆により立ち向かえ、進め主の兵士よ、神の言葉受け、喜びと賛美の声を上げよ。我らと共に主がおられるから、主の言葉を信じて勝利を得よ。ハレルヤ、進め進め主の兵士よ、神の言葉受け、喜びと賛美の声を上げよ。我らと共に主がおられるから、主の言葉を信じて勝利を得よ。ハレ、主に感謝を捧げましょう。主よ、今あなたに一つ一つを、すべてのことを感謝します。感謝を捧げる、賛美捧げる、あなたは素晴らしいことをされるから、感謝を捧げる、賛美捧げる、主の愛の中にいるから。主よ、今あなたに心を向けて、私の感謝します、感謝を捧げる、賛美捧げる、あなたは素晴らしいことをされるから、感謝を捧げる、賛美捧げる、主の愛の感謝を捧げる、賛美捧げる、あなたは素晴らしいことをされるから、感謝を捧げる、賛美捧げる、主の愛の中にいる、主の愛の、主の愛の中にいるから、ハレルヤ、ハレルヤ。この主はこの一人一人にこの与えているこの計画があり、この使命があると称されます。それらをこのしっかりと握り、この主の言葉に立ち、この備えを強めていきなさいと称されます。主は備えあるものをこの使わし、また働きの中において豊かにこの用いていくと称されます。
あなた方は私に目を向け、この私が与えるものでこの満たされてきなさいとおっしゃいます。私は多くの祝福恵みを持ってあなた方に臨み、その祝福を分け与えるものとしてあなた方を召しているとおっしゃいます。さらにこの信仰に固く立ち、この揺るがされることなく主の技に励んでいきなさいと主はおっしゃいます。あなた方は信仰を持って感謝し賛美し、また祈り聞き従いの土台を持って、このさらに全世界に出ていって、この述べ伝える働きを担っていきなさいと主はおっしゃいます。それではもう一度賛美を捧げてまいりましょう。天の父様、賛美の時をありがとうございます。預言の言葉ありがとうございます。さらにつきます、第一礼拝を祝福し導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時をお持ちしていきたいと思います。共に主の前に静まって、人の交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。お祈りをそこまでにしていただいて、再び賛美をしていきましょう。それでは主の祈りを共にお祈りしていきましょう。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ、洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々はぜひこの式に加わってください。この式のためにお祈りしたいと思いますが、またインターネットで、この礼拝に参加されておられる方々の中で洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方ですね、イエス様を信じて、その方々もぜひ、参加していただきたいと思います。またインターネットの方々はご自分で、パンとぶどう酒、ぶどうジュースを用意して参加してください。お祈りをいたします。天の様、このパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福してください。私は人々に恩賜と恩知の恵みを表してください。あなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。これを先彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。キリストの体になりました。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です、多くの人のために流されます。キリストの血になります。それではお願いします。
天の様、この聖餐の御名ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。それでは感謝の献金の時をお持ちしていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝します。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちにあなたからの祝福を豊かに与えてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はマタイの福音書8章8節です。新改訳3版のお持ちの方は13ページになります。それではマタイの福音書8章8節。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。本日はこの箇所を通して特別賛美証し、しばらくの賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。